ブラウンズホテルは、イギリスのロンドンにある5つ星の高級ホテルである。2003年7月3日、以来、ロコフォルテコレクションの所有となった。ブラウンズホテルは、リーディングホテルズ・オブ・ザ・ワールドの加盟ホテルである。アルベマール通りのメイフェアの中心に位置し、ボンド・ストリート、ウワスト・エンド劇場、セント・ジェームズへもわずかな距離のブラウンズホテルは、ロンドンで、 最も歴史あるホテルの一つで1837年に設立された。1859年にブラウンズホテルはフォード家の所有となり、ヘンリー・フォードは固定の湯船、電灯、エレベーターを設置した。彼はロンドンで初めてホテル内に公共のダイニングルームも設けた。1889年にフォード家は ブラウンズホテルの裏手に立つアルベマール通りのセントジョージズホテルを購入し2軒のホテルを1軒にして双方の建物に5階部分を増築したアルベマール通りには漆喰塗りのフロントと中楼玄関が設置され壁にはブラウンズとセントジョージズの歴史を支えた青色と金色のモザイクの2枚の名板が埋め込まれたブラウンズホテルは いく人もの著名な宿泊客を迎えた。アレクサンダー・グラハム・ベルは自身の新しい発明から電話マイナスのデモンストレーションのために1876年に宿泊した。英国で初めて成功した電話の通話はブラウンズホテルからかけられた。ナイアガラルームは1890年にここで国際的なナイアガラフォールズ委員会がナイアガラの 滝の発電を供給する方法としての送電システムに関する採択に合意したことを記念している。この合意の結果交流伝送が開始され、その後世界中に普及した。1886年にセオドアル・ウズベルトは二度目の結婚に先立ってブラウンズホテルに宿泊した。宿泊客の中には王室の面々も含まれており、ナポレオン三世と皇后、ウジェニー。 ベルギー王妃、エリザベート、ハイレ・セラシエ一世。1924年に、ギリシャから亡命してきた後9年間ブラウンズに、登留したギリシャ国王ゲオルギオス2世がいた。ブラウンズホテルを愛した有名人や作家には、ローデシアを設立したセシル・ローズ、ラドヤード・キップリング、ブラウンズホテルを舞台にした1965年の、バートラムホテルに手を表したアガサクリスティがいる。 1980年には、松藤谷由美が、アルバム、字のないホテルを発表して、ブラウンズホテル内で撮影された写真を、ジャケットや、インナースリープに使用した。同年のコンサートツアーも、ブラウンズホテルツアーというタイトルであった。プリービレジャトゥールアワーズ2006から2006年10月の、パリで、県ニあるプリービレジャトゥールアワーズで、ブラウンズホテルはヨーロッパで、 最高のホテルに選ばれた。タイムアウト市ロンドニーティングドリンキングアワーズ2006ドノバンバーは、ベストバーの時点の一件に選ばれた。ユークバグ、ナショナルコンペティション2006、ブラウンズホテルのドノバンバーの主任バーテンダー、アントニオ・ダンドレアは2006年、英国バーテンダー組合全国競技会で優勝した。コンデナストトラベラー市ホットリスト2006、ブラウンズホテルは、 世界中の最新のホテルの中の上位130に選出された。ありがとうございます。